はい、どうも皆さんご機嫌の方いかがでしょうか。ナオトです。さあ今回もフェスやっていきましょう。でですね、ちょっとね、今回、気になりました、新しい武器がね新調されたんですけども、こちらパブロヒューでございます。パブロヒューね、見た目はもちろん変わりありません。性能も変わりません。ただしかし、サブにですね、トラップとイカスフィアがつきました。一度ですね、この俺何度も言ってたんですよ。北斎とかパブロに、ちょっと、サブのやつでイカスフィアをつけてくれたらなって思ってたんですよ。ようやく来た。ようやく来たよ。でも、パブロ。いつか北斎ヒューみたいな感じで出てほしいな。で、パブロヒューですね。で、このためだけにというか感じですけど、ちょっと、もともと持ってた武器にですね、サブ性能アップがあったんでね、ちょっとこちらの方をね、2つ、こっちはインク効率で、どちらもサブの方でね、意識した感じで、服を、新調しました、ですんでね、今回のこの動画ですね、こちらの、ちょっとファッション、そしてこの武器でですね、めった刺しに、やっていきたいと思います。モズク農園、もうパブロはですね、ひたすら乗り込み速度とかに特化した武器やから、今回はまあ縄張りバトルというルールやからね、北斎よりも効率のいい塗り方ができるんじゃないかとちょっと今回思っております。まあまあとりあえずパブロでですね、いけなかった部分をですね、このイカスフィアで補えるから、じゃあそこら辺でちょっと、カバーしつつも、前線を切って走っていく、走り抜けたいと思います。よしよしよし、ここら辺かな。よいしょーよいしょ、ぬり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 、面白い。よいしょい。で、あれなんですよね、ジェットパックと違って元の位置に戻らないっていうのがいいですよね。あのサブウェポンを使ってる場所からもうその場で留まるっていうのがいいよ。よいしょ、ガモン、どうしたん、どうしたんどうしたん。なんかこのコメントとかももうちょっと増えてほしいですよね。カモンナイスだけじゃなくて、なんか日本の日本人特有なんですけどごめんなさいとかね、あとはなんかちょっと面白いコメントとかをなんか自分で自由でできる、で自由にできるなんか機能みたいな欲しいですよね。ちょ待てよみたいな。それが別に面白いってわけじゃないんですけど。あーくそ、あーちょっとサブ使っときゃよかったな、やらかしたな。でトラップ、これ俺ちょこちょこ見たことあるけど、これどうやって使うんやろ。ここら辺わかんないんだな。あ、そうかそうか、普通に置くんやな。でなんか落とし穴みたいな感じなのかな。危ない、くそ。トラップってどんなやつなの、どういうことなの。この武器使いたかったとか言ってた割に全然それ把握できてへんやないか。よしよしよし、どこにおるかわからなかったけど、あ、ちょっと待って、後ろにおる、おらんな、よしよしよし。あ、くそー、こっち向いてた、あ、完全にこっち向いてた。ちょっとまずいな、外側からちょっと出ていきたいみたいな。よいしょよいしょよいしょ、これはちょっと難しいかな。あ、いけたんじゃん、いけたんじゃん。真ん中らへん結構頑張ったな思ったら、ちょっともうちょっとうまいことね、使っていけたらいいんですけどもね。まあいいや、頑張っていこう今後も。よしよし、やっていくぞ、縄張りバトルミステリーゾーン。もうこれをね、もう攻略した日にはもうフェスの頂点に立ったもんじゃないかと思ってるぐらいね、ミステリーゾーン結構これ本当に攻略したもん勝ちだと思うんだからね、思うんだからねってなんですよ。日本語大丈夫か。よーし、塗っていくぞ。やっぱパプロ早い、マジで早い。もう連打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 。でもこれあれなんですよ、連打した分指が疲れるからね、自分の指と相談ですね、パブロとか国際使うときは。よし、あー、くそくそ、一発でか、立体音系攻撃力高いやつやんけ。ねえ、遠距離の中で一番攻撃力高いって俺思ってるから、イカ忍者やから一回潜ったら分からなくなるからな、そこら辺はな。よいしょ、うまい、よいしょ、無理無理無理、おらおら、侵略していくぞ、おら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 、よいしょ、ちょっと速くなってるんかな、やっぱ下方修正されてる分ね。でも下方修正されてよかったかなって俺ちょっと思ってるんですよね。イカスフィアを使ってる状態で言うのもないけど、本当にその修正前はね、最強のサブウェポンでしたね。サブというかあれがメインだったよ本当に。よいしょよいしょよいしょ。バレルは一回ちょっと近くに来た時にね、1対1になるとちょっとさすがにっていう感じになってた。あー、くそ、もうトラップとかいいさ、イカ忍者といい完全にその忍者になってるよね。
まきびし振って。あ、くそ。くっそ、最後ぐらい。ああ、ちょっと真剣になったらこれだよ、もう。ミステリーゾーン難しいな。乗りやすいと思ったら、またなんかみんな同じような考え方してるからね。やっぱ効率の良さは分かってるんやろ。どうやっていったら一番いいかみたいな。なかなか上がらないレベルが。さあ、そろそろ勝たないとあれやぞ。ちょっとまずいぞ。全然フェスに貢献できてないぞ、今のところ。レモン全然かき切れてないで。よしよしよし。この距離やったら倒せるんだな。あれ以上ちょっと離れちゃうと本当にもう心もとないというか、どうしようもできなくなっちゃうから。よしよし。サボだと意外と目立つからね、こうやってグッグッグッグやるから。あぶあぶあぶ。あ、くそ。両方でちょっとあれやな、2頭思うの1頭もやつやな。1頭は入れたいけど。あと気持ちいいね、こんな綺麗に乗れるとね。ちょっと俺も端っこ乗っちゃおう。余裕持って端っこ乗っちゃおう。余裕の気持ちは大事よ。早いな、もう1分か。この間にもね、形勢逆転されるあの形式何回もあるから。うわ、イケポチャやんけ、ダサ。あ、ほら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 、もう1分以内にこれ全持ちとかする羽目になったらもう一気に乗られるからな、ほんまに。このルールで、うわ、くそ。待ち伏せしよう思ったらやられた。あー、なかなかちょっと厳しくなってくるぞ。大丈夫か、この残り10秒あたりで、10秒あたりで形勢逆転されるかもしれん。でも大丈夫や、俺がついてる。みんな大丈夫だ、俺がついてるよ。違う、逆行った、恥ずかしい。ごめんなさいね。よしよし、どうや。これはさすがにってやろう。ちょっと必殺技一回も使ってないあたりがちょっとネックやったけど。素晴らしい。一回だけでいいから、全部塗りたくったら 100% の状態見てみたいけどね。いや、スーパー行きたいな。間に合うかな。よし、ギアパワー。うん、まあまあまあ。うん、なんも言われよ。よし、いいだろう、もうそこの前。ボコボコにしてんぞ。おら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 。シミュレーションバッチリやからな。今度こそ。あ、すごい、なんか早かったな今。一人めっちゃ早かったな。大丈夫、なんかちょっとあれ貝の像の人違うね。よーしよし、行くぞ。とりあえずよーし、あー、届かへん、あれは届かへん。もうちょっと距離感分かってきたよ。ゴーゴー、うら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 、うら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 。危ない危ない、こっち来てる、こっち来てるから無理。あ、くそ、隠れてもやっぱ必殺は強いな。攻撃範囲が高く。よし、気を取り直して。今のところこっちの方が優勢ですね。優勢の分ちょっと必殺技を貯めるためのゲージがね、なかなか回復しないのかな。でもちょっと難しいけど。でもそこら辺は貪欲に行く。貪欲に塗られてないところをひたすら塗っていく。そしてイカスフィアで暴発させるぞ。あー、また姿勢いる、また姿勢いる、姿勢いるけど、一応トラップなんか気持ちよく。これトラップって何個か制限あるのかな、ないんかな、どうなんだろう、どっちなんだろう。あ、危ない危ない、全然塗れてない、全然塗れないから上に上がれない。よしよしよし、ほら、はい、じゃあ、ほらほらほら、こっからこういってこういったろ、ほらほら、全然意味ないか、これ全然意味ないな、全然意味ないな、これ全然意味なかったわ。危ない危ない、よし、危ない。よしよし、イヤホン取れる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 。あ、くそ、イヤホンに気取られてるとこうなるね。あ、くそ、なかなかやな。ちょっともう一回イカスフィア使いたいな、もう一回だけ。あ、でもすっごいスペシャルが少なくなる、ね、なかなかに、ね、よし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 、ほら、よしよしよし、ナイスナイス。静かに勝利をかみしめる男、ナオトです。いいね、気持ちいいね。だいたい 90% なんだろうね、濡れる限界っていうの。はい、ギアどうでしょう。フェスの T シャツは、おう、なんだ、ま、なんだあれは。
名前が全然出てこないわトラップ、足元に置く罠で相手が近づくと作動し、その後はマイキングする。相手の色で乗られると自然に作動してしまう。同時に2つまで設置できる。あ、2つまでね。で、あ、やっぱりマーキングするためなんや。で、敵の位置をみんなに知らせて、あ、あいつはここにいるぞっていうのを、知らせて倒していくわけね。イカスフィア、ある程度のダメージを防げるボールの中に入って行動できる。一定時間経つか ZR を押し付けると力がたまに爆発でしょう。攻撃しながらボールから出ると。おお、やっぱ強いね。このバブルランチャー気になってたけどな。相手の色で塗られるとしぼんでしまう。へえ、あ、そうなんや。だからバブルランチャー一回こうやってポーンって飛ばして、そっからさらに自分の色で塗りたくってようやく爆発させるのね。だからいわゆるイカスフィアがところどころになんか飛んでいくみたいな感じやろ。空中に浮遊してるイカスフィアみたいな。で、自分の色で塗ってバーンって爆発させると。だからある程度自分のなんかタイミングで敵の近くに折った時にバーで破裂させることができると。うん、こういうのもちょっと勉強になりますね。はい、ということでですね、ちょっと今回もですね、フェスの方をさせていただきましたけどもね、なかなかね、難しいですね。久しぶりに縄張りバトルやりましたけども。ちょっともうちょっと勉強するところがありますね。北斎とかパブロ。射程のね、ネックな感じをちょっといかに補うか。イカスフィアとかで補えるかって思ったら、なかなかちょっともうちょっと上手くならないと補えないですね。ちょっと今回はまあギア集めもそうでしたけどもね、ちょっとね不甲斐ない結果に終わってしまいました。で、ギアの方もですね、もちろんクリーニングしていって、またギア集め、ギアかけらを集めていって、一つ一つつけていければなと思います。ということで、今回のフェスはこれで終了でございます。また次回お会いいたしましょう。さよなら。